アジアを起こす聖戦のあの方のもと子軍が命捧げているときに重い軍旗を漏らすのは父や夫や子や友の命を敵に売ることだ。職場の中に街頭に汽車や電車や井戸端にスパイは満ちていると知れ、国の秘密であるからは親にも言わぬ鉄壁の心が国を守るのだ。世界戦士に花と咲く一挙百万個軍の甲州北岸上陸もバイアス湾の上陸も軍の機密が保たれた大きな戦を仲間ものだ。15万市民よ共に手を取って今こそ街の名にかけてアジアを背負う敵陣の燃える力で膨張の固い砦を築くのだ。